はい、豆助の5本紹介です。今日はこちら、はい、ドラゴンボールスーパーの16巻です。最新巻が出ました。さて、今悟空はウィスの下で身勝手の悟空よ。そしてベジータは破壊神ビルスの下で破壊の技をそれぞれ習得すべく修行中です。そして他の宇宙というか、かつてフリーザ軍によって星を滅ぼされたグラノラがなんとある力を持って宇宙一となり、フリーザに復讐すべく動き出しましたが、フリーザを殺されては困るというヒータの一族が悟空とベジータを騙してグラノラと戦わせるということになりました。宇宙一の力を得たグラノラ、悟空とベジータは果たして勝てるのでしょうか。というか、こちらも戦わなくちゃいけない宿命はないんですけどね。でもグラノラにはサイヤ人に対する復讐心もあります。さて、この先どうなるのかな。はい、今日はこちらドラゴンボールスーパー16巻紹介しました。じゃあね、バイバーイ。